時間ないですよ。ソングスタイルパワーメタルバンドハンバイトだ。なんか言えよ。あ、言えのか。あ、イエーイ。すげえ忘れたらしいんだよ。だって知っちゃったからね。ということでハンバイトでございます。お願いします。なんか今日笑いすぎだろ。あれ上野くんどうした？じゃあ今日は何今日仕事ですか？お腹空いてるから来ないの。じゃああいつはあいつ工事。工事。工事雨降らせに。でもさっき工事出てたよね。出てた。いや編集すると出てるんだよ実は。ああ。ということで工事は仕事のため今日は来れませんのです。3人ちょっととりあえずですね何をしたいかというと11月のライブの告知をさせていただきたいと思いましてそれがこちら、まあ、君たち見えないかもしれないけど、はい、こちらこちらでですね11月17日日曜日、ハンマーヘッド&ドラゴンフォールプレゼンツハードロックヘビーメタル復興企画鋼鉄のマニフェストボリューム25ザ・リアル出演します。イエーイ。いや一体感がないバンドだね。ということでですね、先ほどなんか変なドラマみたいなのを撮ったんですけど、あれどうすんの？どうすんですか？どうすんの？PV なんですか？何かの PV だとか。なるほどね。まだ決まっていない。まだ決まってないです。多分ね、ディープインザジャングルの PV にしようかなとちょっと考えてるんですけど、この続きはどうなんでしょう。マシさん、そのまま打ち殺されてしまうんでしょうかというね。どうなんでしょうか。楽しそうですね。もうこうご期待ということで。ということでこのハンマーヘッド11月17日、場所は新宿ヘッドパワー、出演いたします。はい、ぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いします。